株式会社伊藤園は東京都渋谷区に本社を置く茶製品及び清涼飲料水メーカーである。株式会社伊藤園は兄、本庄正則と弟、本庄八郎の兄弟によって創業された企業である。その前身は1966年8月設立のフロンティア製茶株式会社で日本ファミリーサービス株式会社と 合資会社 BA 商会の共同出資で、静岡市新名町に設立された。創業者である本城正則は、1959年早稲田大学第一法学部を卒業して、東都日産モーターで自動車セールスマンをしていたが、脱サラし日用品の訪問販売会社日本、ファミリーサービス株式会社を1964年に起業した。 同社取扱い商品の中の一つであった茶葉製品に注力する形で、1966年6月にフロンティア製茶株式会社を設立。茶葉製品市場に参入した。その後、東京、上野にあった茶富や鎌倉より、伊藤園ののれんを200万円で譲り受け、1969年5月より、現社名の株式会社伊藤園に称号を変更している。 同年6月、株式会社本庄商事及び、合資会社 BEA 商会から、緑茶事業の営業上渡を受け、生産部門を確保し、生茶事業にも参入した。1966年に、手形詐欺事件に巻き込まれ、約5、霊園の不良債権を抱えるなど、創業期の経営は、順風満帆とは言えなかったが、はかり売りが主流であった、当時の茶葉販売において、 1972年に日本初の真空パッケージ入り茶葉の製品化に成功。さらに埼玉銀行より資金を借り入れ、1974年静岡県相良町に生産工場と研究所を建設し、流通業からメーカーへの転換を契機に業績を拡大していった。1979年には中国土産畜産進出口総工事と日本で、 初めてウーロン茶の輸入代理店契約を締結。ウーロン茶の輸入卸しを手掛け、1981年に、簡易入りウーロン茶を世界で、初めて生産、販売、清涼飲料水市場に進出した。1985年からは、現在の期間商品となっているの簡易入り緑茶、煎茶も、生産、販売を行い、1990年には、 世界初のペットボトル入り緑茶の製品化に成功。2000年には飲料業界初のホット専用ペットボトル入り緑茶の製品化に成功するなど、数々の日本初、世界初の製品化に成功してきた。1998年には東証大一部上場企業にまで成長した。主力製品は、茶製品、野菜飲料、コーヒー飲料、清涼飲料業界、 第五位ながら、茶葉製品及び、茶系飲料市場において、採用手に位置している。インパクトの強い商品名、大いお茶は、新国劇の島田翔吾が出演した CM でのセリフを、ケーキに、簡易入り戦茶より、品名変更された。コーポレートメッセージは、自然が好きです。伊藤園の事業戦略の特徴は、飲料製造の最終工程では、 自社工場を持たないファブレス方式を採用している。自社工場の代わりに全国に約40カ所ある協力企業の工場に生産を委託することにより設備投資を抑えている。また、生産拠点と物流拠点を5つのブロックに分散化させるにより大規模災害によるリスクを最小限に抑える効果を期待している。一方、茶原料の調達では 茶産地域製事業を一部取り入れ、高齢化や後継者不足により減少する茶生産農家の対策を行うとともに、茶製品の6次産業化を行っている。販売方式の特徴は、創業以来続けているルートセールスによる販売方式である。この方式は自動販売機を主としたベンダー事業でも採用されており、グループ会社や 外部業者への委託が多い同業界において、本体社員が直接展開している。日本ブームダイエット志向の強いアメリカに2001年に進出する、東、北米、東アジア、東南アジアを中心に、海外でも事業展開している。また、宝塚歌劇のスポンサーの一社でもある。お茶の専門店日本国内ほか海外事業ほか2009年頃までは、全商品とも、 漢字、毛筆の伊藤園のロゴを採用していたが、2010年頃から毛筆ロゴは主に紅茶以外の茶系のみに使い、紅茶、コーヒー、ソフトドリンクについては、ローマ字の ITO1 のロゴタイプが使われる。ただし、ソフトドリンクの CM である場合でも、漢字表記のスーパーを出す場合もある。1985年、缶入り煎茶として発売。 1989年より現在の名称ブランド名、ナチュラルヘルシー RTD 緑茶飲料の販売実績世界一として2019年より2年連続でギネス世界記録に認定されている。緑茶をはじめ、濃い茶、ほうじ茶、玄米茶など商品に様々なバリエーションを持つほか、季節限定品や戦術の通り受注生産品も存在する。 東日本旅客鉄道の駅構内のみで販売されている。伊藤園と JR 東日本ウォータービジネスの共同開発であり、販売者は伊藤園名義である。不足しがちなカリウムリンマンガンナトリウムを含む、麦茶飲料ではナンバーワンのシェアを持つ。2012年2月に天然ミネラル麦茶より名称変更。 2014年8月に立ち上げた日本に古くから伝わる健康素材を使用した無糖茶飲料トリーフ茶ティーバッグのブランド2014年8月に伝承の健康茶和と麦茶を発売したのを皮切りに同年9月には単独製品として発売されていた香ばしい健康茶そば茶だったん100%そば茶国産和と麦茶ティーバッグ北海道産100%黒豆茶ティーバッグを 一斉に解明して、シリーズ製品化すると同時に、緑茶と黄金カツラをベースに3種類の人参と6種の和感素材をブレンドした、伝承の健康茶元気人参茶ティーバッグを発売。同年10月には、伝承の健康茶元気人参茶にボトル製品を、伝承の健康茶はと麦茶には 250ml 四パックと 350ml ペットボトルをそれぞれ追加発売した。なお、 そば茶に関しては2009年3月には国産そばの普及に貢献したとして社団法人日本そば協会から感謝状を授与されている。サントリーが有名だが販売は伊藤園の方が早い。2011年でウーロン茶が発売30周年を迎えた。1985年よりジャスミン茶飲料を展開しており、香りのりフレッシュジャスミン茶、香りきれいジャスミン茶、 花緑茶ジャスミン。花花緑茶ジャスミン。ジャスミン茶花花緑茶。花茶ジャスミン茶。天然系ジャスミン茶。ジャスミン緑茶。天然味化ジャスミン茶。ナチュラルジャスミンティーを経て、2013年4月に、ジャスミンの花の香りをより豊かにし、リラックス要素を高めた製品として刷新した。香料不使用。同年9月には、ホット製品を追加発売した。 2014年3月にパッケージリニューアル。ニューヨーク生まれの茶系ブランド。当初は緑茶と無糖紅茶を発売していたが、2009年8月からフルーツ系紅茶2種類を発売し、紅茶ブランドに衣替えした。2014年10月現在、ペットボトル、缶、紙パック入り11種類とティーバッグスティックラテ7種類の計18種類を発売している。 上記のティスティーの横展開ブランドにあたる。ラインアップは、和風ミルクティーの、じ茶ラテ、および100%日本の茶葉にこだわった、無糖紅茶の、日本の紅茶、インド産の茶葉を厳選した、無糖紅茶の、ダージリン、ルイボスティーにアップルフレーバーを組み合わせた、アップルティーウィズルイボス、緑茶にピーチフレーバーを組み合わせた、ピーチティーウィズグリーンティーの、敬語種。 果実飲料ビタミン C を補給できる100%果汁飲料。コーヒー飲料同社連結主会社のタリーズコーヒージャパンと共同開発したコーヒーブランド。以前はチルドカップ製品も発売されていたが、現在はボトル缶入り製品とデミタスサイズの缶入り製品がメインである。ポリフェノールの一種であるクロロゲン酸を含有する缶コーヒー。従来は W 以外に サロンドカフェ、アロマドリップが存在していたが、ほとんどの製品を W に統合させた。ミネラルウォーター、炭酸飲料タ冷凍対応ペットボトル飲料。冷凍しても容器が破損しないため、安心して常に冷たい状態で飲める。季節限定。2013年までは、カチワリレモンという商品名だった。天然水と海洋深層水を使用したサイダー。 2010年7月に立ち上げた人工甘味料、着色料、保存料不使用設計の果汁入り炭酸飲料のブランド。ラインナップを入れ替えながら展開しており、2014年10月、現在、濁りリンゴスパークリング、濁り青リンゴミックススパークリング、缶つくづく濁りリンゴスパークリングの3種類が発売されている。ダノンのミネラルウォーターブランド、国内販売権を カルピスから引き継ぎ、2008年4月14日から販売開始。2016年4月以降から販売開始。日本三大清流の一つである岐阜県長良川水系の地下水を使用。その名の通り天然水に水素が充填されているため、開封後は2から3時間以内に引用することが推奨されている。父スと共同開発した乳酸菌入り清涼飲料。 一本に黒酢 15cc を含有し、果汁を加えた黒酢飲料。2014年9月にクエン酸を新たに含有するとともに、これまでのリンゴ果汁にマンゴーピューレを加えて 200ml シパックをリニューアルし、まとめ買い用の12本入りハーフケースを追加。翌月には、リンゴ果汁入りの 900ml ペットボトルを追加発売した。特定保険用食品伊藤園は、 社製品業界で初のテレビコマーシャルを行った。島田翔吾がテレビコマーシャルで放った多いお茶のフレーズが有名になったことで、後に同社の緑茶飲料の商品名にも利用されるようになった。現在、編集なお2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震を受けて、 同年8月末まで同社 CM のラストに被災者へのお見舞いのメッセージが表示された。合わせて同期間には同社製の缶、ペットボトル入り製品1本につき1円を拠出し、日本赤十字社を通じて義援金を提供する活動を行っていた。同年10月19日に積み立てられた寄付金が約4億円に上ったことを活動報告の中で発表した。過去、 編集現在、編集2020年6月現在、TBS 系列テレビ朝日系列テレビ、東京系列番組提供はわずかでスポット CM がメインである。これは、サントリー、コカ・コーラといった、競合他社とは対照的である。ガッツナイター過去、編集伊藤園では1985年より、日本女子、プロゴルフ協会公認のゴルフトーナメントの一つである、伊藤園。 レディスゴルフトーナメントを主催している。1994年の第10回大会より会場となっている千葉県長南町のグレートアイランドクラブは伊藤園の創業家である本城家が経営に関わっている。このクラブのコース設計者の一人は伊藤園創業者である本城清則である。伊藤園では選手育成にも取り組んでおり、女子プロゴルファーが伊藤園に所属している。 ありがとうございます。